はい、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 私事で申し訳ないですけど、秋田県の嫁をもらいましてですね、秋田県民に渡部どんな印象ですか？あ、やっぱり男らしくてものすごい考えながら喋って芸能界のどんなパーティーよりも今日知り合いが多いです。あ、なるほど。いや本当にいつもなんかお世話になってる人ばっかで、芸能界あんま友達いませんもんね。ほとんどいません。先輩と言われて助かりました今日は。嘘だ、はい、嘘だ。職に関しては本当に尊敬してます。お笑いに関しては尊敬してないです。それね、正しい目線ですよ。でも本当にやっぱジモン先輩がこれだけいろいろね、芸能界の中でも開拓してくださってるので、僕とかがだいぶ行きやすくなってるっていうのも本当紛れもない事実なので。本当？本当ですよ。芸能界のグルメ王の渡部君がそう言ってくれるの？だから僕は芸能界のグルメ王とか言っていただく機会があるじゃないですか、うん、その都度メールをですね、おう、グルメ王よと。いや、みんなチクチクとしたグルメ王と僕がね。いやいやいや、はい、もう僕はとんでもないです。やっぱり先輩のと。いやいやいや、本当に本当に。いやいや、本当に。なんかね、杉田さん、古いところでは二郎さんだと僕好きだし、いろんなところではね、まあまあまあ、ありますから。点数ってよくわかんないです、僕。そういうこと嫌いなんです、俺。長くなっていいですか？いや、大丈夫です。しかも、食べログのアワードの記者かけて点数嫌いで爆弾発言するでしょ。いや、いいんです、いいんです。そんな思いはいいんです、今言わなくて。点数がなくたってあったって好きな店は好きっていうのが僕の持論なので。食べログ全否定じゃないですか、ちょっともう、後半何言ってるか分かんないです。思いを、熱さは。ごめん。やっぱりね、俺の通訳評論家とか、美食家のアワード評価じゃないんですよ。多分やっぱ食べて一般の方の投票っていうのがなんかすごく健全で、他にないのでいいなと思いますけどね。誰でもそれを入れられるっていうのがいいですよね、うん、そうですね。聞いてたらやっぱり佐々木真由さんでしょ。ちょっとつなぎ荒かったですね。もうちょっとうまい運びだった。しかも俺の前にマイク出してる。俺の前のことで これ顔シャウトしてたよ。なんだよそれ。つなぎが確かに俺は独身ですよ、ねえ。渡部君はもうそういう意味でも、もう全てがもう点数に入れられないぐらいのものをもらったので、ありがとうございます。よかったね、はい、そうですね、はい、どうしたらそうなれるの？いやいやさ、それ先輩はだってもう本当に食と結婚したみたいなもんね。メス牛と結婚、メス牛と結婚、本当に、はい、人間の女性寄ってこないけどメス牛はいっぱい寄ってくるんですよ。チャンピオン系のメス牛だから、うん、もうね、品評会の中でトップばっかり僕に寄ってくるんですけど、いや渡辺君は素晴らしい、うん、そういう点で、はい、あれ大丈夫？